質問なのですが、〇〇って意味あるんでしょうか。乗ったら体がブルブル震えるやつです。わどうも、パタルガクトです。ダイエットで食事と運動に気をつけることが大切なんですが、中には運動嫌いの人がいて、自分で体を動かすのが苦手、動かしたくないという人は少なくありません。でそういう人たちにとって、自分で体を動かさなくても運動と同じような効果があるマシーンっていうのはすごい魅力的に感じるはずです。そのようなマシンの中で最近注目を集めているのが振動マシン。今回この話をしたのはこんなコメントをいただいたからで、質問なのですが、〇〇って意味あるんでしょうか。乗ったら体がブルブル震えるやつです。これ質問には商品名が書いてあったんですけど、僕が商品名を具体的に述べると怒られてしまうかもしれないので今回は伏せます。で結論を変えると、その人の目的によって回答が若干変わります。ダイエット、ボディメイクが目的なのであれば意味ないです。ご高齢であったり怪我をしていたり、自分の意思で普通の運動が難しいという人は、まあ健康リハビリ目的でやるのはそれなりに意味があるんじゃないでしょうか。ダイエット、ボディメイク目的で意味がないとする理由は、それは負荷の問題です。このチャンネルではダイエット、ボディメイク目的の人には筋トレを強くお勧めしています。それは筋トレをすれば筋肉を維持、成長させることができて、効率よく綺麗な体型になれるからです。で、その筋トレで一番重要なのは負荷を上げ続けることなんですよ。1キロのダンベルトレーニングをしたら次は2キロ。2キロのダンベルトレーニングをしたら次は3キロといった具合に、階段を上がるように負荷を上げ続けることがとても大事なんです。で振動マシンにも負荷調整機能はあるっちゃあるんですけど、その負荷って振動レベル、どれくらい振動するかを調整する機能なので、バーベルとかダンベルみたいに筋肉にかかる負荷を直接上げることができないんですよ。だから筋トレと同じような効果を得るのは難しい。あと振動マシンの使用時間で大体どのメーカーも10分から15分ぐらいを推奨しているんですよね。でそのような短時間でウォーキングとかジョギングを1時間やった時と同じぐらい消費カロリーを稼ぐのは難しいでしょう。だから有酸素運動としてもおすすめできない。つまり負荷が軽すぎる、消費カロリーが少なすぎる、以上の2点から僕は振動マシンをおすすめすることはない、意味がないと考えています。じゃあ全くのお金の無駄なのかというと、まあそういうわけではなくて、冒頭でも言ったようにご高齢とか怪我をしたとか何かしらの病気を抱えていて、自分の意思で全く運動することができないという人はある程度意味があると思います。全く体を動かさないよりは幾分マシでしょうから。ただ普通に運動できる人があえてやるものかとは思います。ダイエット、健康、どちらが目的にしろ普通の筋トレの方がメリットは大きいです。今回の内容をまとめると、ダイエット目的の人に振動マシンが障害されることが非常に多いですが、まず効果は期待できないと考えてください。振動マシンを使うメリットがある人はご高齢であったり病気であったり怪我であったり特別な理由を持つ人だけで、非常に限定的。自分の足で買い物に行くことができる一般の人があえて買うようなものではありません。痩せたい、健康になりたいという人は、まずは食事内容を見直して全身の筋トレ、王道のダイエットから始めるようにしましょう。